この絵は、魚住さんが有機農業を志し、研修をしていた時に記録を交えて描いたものの一つ。いわば、魚住さんの原点。魚住さんはどのように有機農業に出会い、取り組んでいったのでしょうか。もともとは、私は生まれ育ちが農家ではないんですけど、初めは理科が好きだったから工学部の工業の方に行くっていうふうに勝手に思い込んでいたんだけど、悔いない人生のためにはもっと違ったこう生き方があるんじゃないかなと思って、田畑で農業で生きてみるっていうのは、まあ、自分の中には全く未知の世界でしたけど、なんかそこに自分の人生かけてみたくなりましたね。そして当時目指していた工学の道を離れ、農学部に進学、食料支援のための農業を志します。しかし期待とは裏腹の現実が魚住さんに立ちはだかります。その日本の農業技術、実は飛躍的な、かつてより飛躍的な生産力は確かにあったんですが、農薬と化学肥料と機械を使う、でそれに見合う品種を使って、その技術を海外に持ち出すんだけど、そのことがむしろ海外の人の実際にはためになってない。魚住さんは支援のためにと日本から持ち込んだ農業が、農薬の問題はじめ、逆に現地の自給的な食料生産の形や農村の生活を破壊していることに頭を悩ませます。これは正しい援助のあり方じゃないなと。でむしろ僕らがそういう食料援助で本当の意味の 食料をきちんとその伝統的な 農村の生活とその農業を破壊しないで、きちっと循環ということも、そして自給肥料も自給していくということができる農業のあり方、農業の支援の仕方が別にあるんじゃないかなと思って。さらに国内でも広く使われていた DDT という農薬が母乳から検出されたというニュースが魚住さんに追い打ちをかけます。そんな乳を飲んでいたら子供がまたその農薬で侵されちゃうじゃないかという不安があったんですね。こんな農業をやっぱりやり続ければ必ず人間はどっか狂ってくる、健康に生きられるわけがない。悩む魚住さんにその後の人生を劇的に変える一冊の本との出会いがあります。こう頭を悩ましてたところに、有機農業という農薬も化学肥料も必要ないんだという農業の在り方があることに気づきまして、まあ、それはそういう主張をしている本と出会ったことなんですが、それはもう化学肥料と農薬に依存する農業は必ず壁にぶつかって、同じものをずっとそこの地で作っているとだんだん作物が病気になったり害虫にやられて取れなくなってくるんですよという、そういうことだとか、そういう警告をしてくれるアルバート・ハワードさんという、これが僕のひょっとしたらずっと人生 にとってかけがえのない道しるべとなって自分の生き方を支えてくれる、生き方の本当にバイブルとして、なるんではないかと。哲学と科学がきちんと融合してるんですよ、彼の提案は。彼のはね、東洋の農家は西洋から学ぶものはないんだと、もうそれでいいんだと。下越を田畑に返して堆肥にしたり、下越にを農地に返すことでこれ以上のことはないんだって言って、学ばな余計なことを西洋の文明から学んじゃいけないっていう、むしろそのぐらい言ってるんです。農業政典によって開かれたビジョンについて魚住さんはこう説明します。僕らは伝統的な農業を捨てて西洋に学ぶことが近代化だから追いつくことだ、彼らに追いつくことが自分たちの伝統の
農業のあり方、生活様式を捨て去ることがむしろ近代化だと思って、なるべく早く欧米に追いつこうという大事なものを失っちゃったんですよね。でそれが戦後1945年の終戦から1970年のわずか25年の間に大規模な変革が行われた。でそこに農薬の汚染、河川の汚染、森林の破壊、農地の疲弊、もういろんな問題を起こしてしまった。わずか四半世紀のうちにね。それが有機農業を僕が始めるきっかけになって、これはやっぱりその価値観もそうだし、実際の農業の在り方も変えて戻していく、伝統的に受け継がれてきた基本的な部分は見失わずに、しっかりこの先も受け継ぎながら現代的にちゃんと組み立て直すというかね、そういう農業の在り方が有機農業だと。単なる農法だけではなくて、こういう生き方、こういう生産社会の在り方をで行きましょうという提案なんですよね。